皇居では令和となって初めての新年一般参賀が行われています。午前10時過ぎ、天皇陛下は皇后さまや上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、眞子さま、佳子さまなど皇族方とともに宮殿のベランダに立ち、新年の挨拶を述べられました。新しい年を迎え、皆さんと共に祝うことを嬉しく思います。その一方で、昨年の台風や大雨などにより、いまだご苦労の多い生活をされている多くの方々の身を案じています。本年が災害のない安らかで良い年となるよう願っております。年の初めにあたり、我が国と世界の人々の幸せを祈ります。お代替わり後、陛下と上皇さまが揃って公の場に出られるのは初めてで、上皇さまは陛下の挨拶を笑顔で見守られました。上皇ご夫妻は午前中の3回に、96歳の三笠宮妃百合子さまは1回目に参加し、両陛下ともに訪れた人たちに笑顔で手を振られました。晴天に恵まれ、皇居前には早朝から長い列ができ、開門時間が20分早められ、午前11時半現在でおよそ5万5千人が訪れています。新年一般参賀はこのあと午後1時半と2時20分の2回予定されています。